エフゲニー・イワノビチ・ナズドラチェンコは、ロシアの政治家。1993年から2001年までロシア、極東、宴会地方知事を務めた。サハリン州、セベロクリリスク出身。1983年、極東高等理工科学校で経済学を収める。1993年宴会地方知事に選出される。 2001年1月心臓発作を理由に入院し、2月に辞を表明するが、これは極東地方のエネルギー危機を引き起こした責任を、ウラジーミル・プーチン大統領に問われ、事実上解任されたとみなされている。また、知事在任中にはいくつかの汚職やスキャンダルが報じられた。沿海地方知事を辞任後、ミハイル・カシアノフ内閣の国家、漁業委員会議長などを経て、 現在はロシア安全保障会議副書記。夫人との間に息子が二人いる。ロシアイスワイルドイースト。ザ・エコノミスト。2012年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月16日閲覧。プーチンファイヤーズエネルギーミニスター。 bbc ニュース http コロンスラッシュスラッシュニュース b b c co。uk スラッシュ一スラッシュハイスラッシュワールドスラッシュ。ヨーロッパスラッシュ。一一号三九四一。ととえ。stm。二零一年五月十六日。閲覧コー交番。パトリック。プーチン。ファイヤーズ。ミニスターオーバーパワークライシス。インファーエーストロンドン。 The Independent, http://www.independent,co,uk,news,world, ヨーロッパプーチンファイヤーズミニスターオーバーパワークライシスインファーイースト -69403HTML2011 年5月16日、閲覧。プーチンファインズプレイス4ケイサイアノーブ、SRG4 センターフォーディフェンスインフォメーション。2011年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月16日閲覧。ありがとうございます。